あぶくぶくぶく海の底、太陽届かぬ暗い場所、大きな大きな魚の腹に僕たち家族は暮らしておりました。僕のお父さんは陸地生まれの養豚場育ち。末は角煮かとんかつか豚バラロースになるはずが、ひょんなことから社外へ転落。もともと食べられ死ぬ定め、無抵抗に空をさまよって崖を転がり、海に落っこち、魚の口に突っ込んで五臓六腑を駆け巡り、気がついたら腹の底。どうせ行き着く場所は同じ場所、腹をくくってここが家だと尻を落ち着けました。でもここにはすでに住人がいたのです。濁った液の底から二つの目玉が私を見つめておりました。名前は魚川魚子。かわいそうに卵から帰ったその刹那、巨大な魚のおやつになる不運。安心安全追い求め、遠く胃袋奥深く、孤独と退屈、三食付きのこの場所で今の今までいたわけです。あなた一体どこから来たの？外から。でも帰れなくなっちゃったんだ。私も同じ。その日以来、私の毎日は随分と濁ったのです。トン吉さんとは徐々に親交を深め、恋に落ちるのにそう時間はかかりませんでした。結婚し、子供も生まれ、今ではとっても幸せです。めでたしめでたし。とはいかなかったんです。残念ながら僕らの家の構造上しょうがないことなんですが、ここでの暮らしは体の小さな坊やにとって少々危険でして。さあ坊や、いっぱい食べるのよ。これなんかおいしいぞ。うい。やっぱり食べたくないのかな。でもちゃんと食べないと大きくは。困ったな。ある日のことです。いつもの食卓、いつもの献立に見慣れないものがぷかりぷかりとやってきたのです。坊や、これなら気に入るんじゃないか。食べてごらんよ。いやびっくりしたな。これ小さい頃によく食べたものなんです。懐かしい。これで大きくなったと言っても過言ではありません。ちょっと、あなた。食べるなんてそんなもの危ないわ。どうして。大丈夫だよ、みんなで食べようよ。おいしいよ。おいしいかおいしくないかじゃないわ。なんなのそれは。なんなのって、食べてみればわかるさ。きっと気に入るのに。そんなんじゃ人生半分損してるね。なんですって。私が世間知らずだからってバカにしているのね。そんなこと言ってないだろう。だいたい君の臆病さが坊やに悪影響なのかもしれないんだぞ。あなたと違って私たちは陸のものが食べられるかなんてわからないわ。え？なんだって？違う生き物じゃないか。君と。ふん。
坊やだって。ちょっと坊や、僕だって危ないものなら無理やりに食べさせませんよ。坊やにも暮らしやすく、ここでの生活を送ってほしいからなんです。だから食べれたらと思って。僕たちにとってはここが世界のすべてなんです。次の住処なんです。住みやすくしたいでしょ。だからです。それにしてもよく平らげたもんだ。初めてじゃないか。おいしかったろう。父さんの分も残しておいてくれよ。いやいや、食べる子は育つって言うからな。結構結構。足が出るほど欲しいのか。それからというもの、トン吉さんと坊やはよく口に出かけていくようになりましたよ。口ですか？あそこはよくいろいろなものが流れ着いていて、これもこれもあれもそこから拾ってきたんですよ。あの果物がまた流れてくるかなですって。もちろん心配ですよ。だって二人とも泳げるわけじゃないので。私はついていきませんよ。何かあったらと思いますが、まあ水が引いてから行っていますし。失礼。坊やと歩けるこんな日が来るなんて。来る日も来る日も冒険です。まだ見つからないんですけど、私ももう一度食べたいな。魚子さんにも一口。美味しいからね。おすすめですねえ坊や。坊や、危ない。二人がそこからどうやって戻ってきたのか何も覚えていません。これは僕のせいです。お父さん随分と変わっちゃったでしょ。あんなにふくふくとしていたのに、今じゃ生えてる草の方が生き生きとしていますもの。何か食べたいものある？あの果物。こんなことになってるのに、まだあれにこだわるのね。本当は陸に帰りたいんでしょ。いや、君にも坊やにも僕の好きなものを知ってもらいたかっただけだよ。そんなことで無茶なんかしないでよ。ごめんね。お父さんが豚でいるのはこれが最後なんじゃないかな。角煮でもなくとんかつでもない人生のゴールにそっとあの果物を添えたいと僕は思ったのです。
さん、トン吉さん、こんなのひどいわ。お父さん、お母さん、見て見て見て、僕見つけたんだ。坊や、すごいじゃないか。まあ。違うだなんて知らなかったんだ。どうして？うーん、泣かないでおくれよ、坊や。果物ならきっとここにまた生えるようになるのだから、楽しみだね。よっぽどショックだったのか、それとも養分を吸われ尽くしてもう限界だったのか、わかりはしませんが、それ以来お父さんが動くことはありませんでした。悲しいことですが、良かったのかもしれません。もうこれからは家族3人ずっと一緒じゃないですか。もう泣かないで。おやすみなさい。はあ、最近坊やが何を考えているのか、よいしょ、わからないんです。何を聞いたって泣いているか上の空、もちろん落ち込むのはわかっています。あんなことがあったんですから。でもご飯も食べずにこんなんじゃ、私がトン吉さんみたいになったら坊やは一体どうしたらいいのかしら。ねえお母さん、あなただったらなんて言うかしらね。坊やはもうどこへだって行けるのに。え？泳げるし走れもするじゃない。向こうの方へも行けるかな。
私もトン吉さんも思えば随分遠くへ来たものです。この世界のどこかにはきっと坊やにもぴったりな場所があるのでしょう。居心地がいいその場所であなたが幸せに暮らせますように。でももしも帰ってきたくなったらいつでもおいで。そうね、ここ魚島胃袋三丁目はあなたの故郷はずっとここに浮かんでいますもの。